またこの矢もめにしてしもうて、わしはもう心が哀れでならぬわ。大御所様、それはちょっと承服いたしかねます。ご存知のごとく平八郎の死は名のみの妻と申されて、寝所へも近づけられぬ千姫様の押し打ちゆえ、酒に身を持ち崩しての死でございます。もうよいわ。もうさの今しばらく目をつむり、千の思い通りにさせてやれ。いずれは心の折れる時が来るであろう。それが何とやら申すではないか。泣くまで待とう、ほととぎす。皆の者大義。はあ、本日菊見の宴に大御所様の麗しきご尊顔を拝し奉祭り、我ら一同恐悦至極に存じまする。よき家来あればこその徳川の力じゃ。天下太平の時にこそ譜代大名の固い結束が大事。幕府百年の礎のため皆の者頼むぞ。はあ、申し上げます。竹橋御殿の千姫様、大御所様にお目通りを願っておられます。千が参ったと申すか。どうした風の吹き回りか。苦しゅうない、早う通せ。千姫様、お通りくださりませ。よくぞ参った。ちこうちこう、お健やかなお姿を拝し、お喜び申し上げます。そちも堅固で何より。したがなぎなたなどもってものものしい。どうしたのじゃ。本日菊見の宴におじい様のため、徳川のために人差し舞いたいと存じ、参上をつかまつりました。じいのためにもうてくれるか。はい、いいやつにね、もうてくれもうてくれ。皆の者、千の舞とくと見物するがよいぞ。
さぞ千に指一本振りるでない下がれは千そちがわしを切るというのか徳川の娘であるそなたがこの家康を切るというのか千は徳川の娘ではない右大臣豊臣秀頼の妻でござりますると秀頼公を殺した徳川を豊臣を滅ぼしたおじい様あれほど憎んでおりましたのに千は大坂城と共に果てたとお思いくださりませ。これよりは秀頼様の菩提を弔うて生き続けまする。千許せ日本六十余州何一つかなわぬものとてない家康じゃがそなたの心だけはどうすることもできなんだ許せこの地を許せ。秀頼様、千を、この千をお許しくださりませ。Thank you.